はい、今からスタートします。福島ゆかのショールーム。皆さん、今夜もよろしくお願いします。では、最初に自己紹介させてくださいえ。はい、私はゆすこと福島ゆかです。え福島県出身でソロのアイドル、えそして同時にアイドル専門誌、ラックユーアイドルパスという雑誌で編集、取材を行いながらライブ活動を行う日本初の本格編集アイドルとして活動しています。 はいそしてこのショールームぜひ皆さんコメントなどで参加してくれたらえー、嬉しいなって思いますのでどうかよろしくお願いしますでは早速ですが、えー、先生さんあほいほいありがとうございますこんばんゆすよろしくお願いしますそしてけんちゃんこんばんちゃんありがとうございますこんばんちゃんよろしくお願いします、えー、そしてバイエムさんこんばんはありがとうございますこんばんゆすよろしくお願いします はいということでですね今日も、えっと、編集をさせてもらいながら、えっと、今この時間、えっと、ショールームさせてもらっているんですけれどもえっとあみなこんさんこんばん Yes ありがとうございますよろしくお願いしますはいえー、っとですねなんかあ 今日も編集だっったたかなお疲れ様ででしたってことでそうですねはいえっといろいろやらせてもらってえー、まあちょっと今区切りがいいなっていうふうに思ったのでちょっとショールームやらせてもらってるっていうそんな感じですかねはいえー、あっ最初にじゃあえっ、ー、と昨日ホリデーに、えー、いらっしゃったのですねということでそうですねえっと 新宿ホリデー行かせてもらったんですけど昨日は SIR のメンバーの5人の卒業式ということで、はいまあ、5人同時に卒業式ってなかなか今までもなかったと思うしすごくなんか寂しいなっていう思いはもちろん大きくあったんですけどあのまあ久しぶりに新宿ホリデーにも足を運んで。で なんか普ん SIR エージアで結構期やったのでなんかホリですごい新鮮な感覚があったんですけど、まあ、あの後ろの方でライブを見学させてもらって、えー、本当になんかそのライブが始まる前まではメンバー5人卒業することの実感ってやっぱりあんま湧かないものでなんか本当に卒業しちゃうのかなって思っていたんですけどでも実際になんか。 まあ私最初の方はちょっとあのそうですね見ることができなかったんですけどちょうどソロ,ソロタイムから卒業メンバーのソロタイムぐらいで見れてでまあそんな後のなんあのセレモニーというかいろんな言葉聞いたりとかまあその今の現状のメンバーで歌う最後の曲とかをまあ関係者の皆さんとこう一緒に聞いてたんですけどなんかでも聞いてたらやっぱり。 あ本当に卒業しちゃうんだなっていうのがすごい実感ができたのとなんか最後の曲が終わらないでほしいなっていう思いがいろんな思いがすごいあって、まあ、みんなにすごいユスもお世話になったので感謝の気持ちが止めどなく <laughs> え膨らんだなみたいなそういう時間になりましたかね。うんまあ、でもも多分この卒業してて連絡を取り合って 卒、まあ、をしたからこそお互いなんか時間が作れたら作れる気がするんでそしたらなんか普通にまた仲良くしてもらいたいなと思うしあとはまあライブとか中心になってくるんですけど共演とかしたいいなってて改めて思いますねちょっと会話が違くなっちゃうかもしれないけれどもライブとかあとなんか番組とかで一緒になることができたらお互いすごい 嬉しいことだなっていうお話をしてたので、なんかそういう目標も改めて一個できて良かったなって思います。うんまあじもう今今てか今日 S I R すでにもう新体制でライブを同じくホリデーでされてるっていうことなので、ねそこもなんかすごい新鮮まだ新鮮な感じしちゃうんじゃないかなと思うけど、でもまああのお互い背中抱きまして頑張りたいなっていう風に思います。 出る人も入ってくる人もこれからの未来素敵な時間が訪れますようにそうですね本当にけんちゃんのおっしゃる通りだなっていうふうに思いますなんかまあどの時代もどんな形であっても SIR はいつもねもうキラキラまぶしく最高のパフォーマンスを見せてくれるのでそれはもう大丈夫だと思うのでなんか私も、えー、楽しみにしたいなって思います あ、けんちゃんバラの花ありがとうございます。すごく嬉しいです。ありがとうございます。まだまだこれからですか？本当にお疲れ様でした。ことで、えっとなんか全体を通してみたら、確かにまだうんとやることとか。各ページは色々とあるんですけど。まあ、まあ今日は <laughs> 今日のところは大きいところは終わったかな？みたいな。そんな感じの編集タイムでした。 えっとよっちさん、あ、こんばんは。ありがとうございます。こんばんは。ゆず、はい、よろしくお願いします。えー、そして赤ちゃん、こんばんは。ありがとうございます。こんばんは。ゆず、よろしくお願いします。うん、猪瀬さん、かっこよかった。あ、そうですね。あの、みんなへ送るメッセージのところをビシッと攻めてたので、相変わらずさすがやなと思ったんですけれども。 柳ん、ねね、<laughs> は特に仲良くしてもらっていてうーん一緒に過ごす時間もいっぱいあったし、えー、いろんな場面で共演したり私のライブにも出てくれたりとかいろんな話をとにかくしたんですよなのでなんかすごいなんか私の中ではすごいやっぱり頼りになるのはみんなにとってもそうだと思うんですが。 なんかいいなんかななんて言うんだ言葉わかんない、えっと、声優みたいなそう声優みたいな感じだったのでうんなんか性格とかはそんなに似てないなって思うしあのライブのパフォーマンス面でもうん結構。 正反対みたいな感じではあるんですけどなんかだからこそ刺激を毎回もらえていてであとなんか同じソロアイドルとしてなんかライブのこととかもお互いなんかここが良かったねとか言い合えたりとかあと、まあ、別にそんなにユースは活動の中とかで悩むこととかそんなにはないんですけどでも悩まないけどやっぱ考えないといけないこととか。 うーんこういう時になんかどどう自分の一つのアイディアだけじゃなくてどうしたらいいのかいろんな意見が欲しい時にやっぱり一番にや柳瀬さんには相談とか意見を求めてきたのでなんかそういう存在がい,いつも身近にいたから,からいなくなっちゃうのはやっぱ寂しいなって普通に思いますね。ラックを通しても そうですねもともと「なんか元々ラックユーのメンバーでもあったのであなたはだしなんかどんな体制になってもなんか客観的にラッキー「ラッっくーを見てなんかこのメンバーとこのメンバーとこのメンバーとやっていく中で、まあ、私別に今グループのメンバーではないんですけどなんか客観的にこういろんな意見をくれたりとかをするのはすごいありがたかったなっていうふうに思いますね。だしやっぱリーダーダとして やなたんはずっっっとグループを引っ張ってたからこそ、まあ、私は客観的な意見をどういうふうに伝えたらいいのかとかもっとより良くするために今のメンバーにもそうなんですけどなんかアドバイスをする時とかなんか自分のアドバイスプラスなんかそういう「やなたんだったらこういうふうに伝えるのかな」っていうこう頭の片隅によぎることとかはあの日常的に全然あるのでなんかそういう意味でも本当に素敵なメンバーだなっていうふうに私は思ってます。えー、っと 仕事を与えるのはそそううだななって思いました。そうですね。なんか SIR は人数も多いのでなんかそれにラックユーとかとは違って明確なこう役割分担とかってそう,そうなんだろう普通に大人数のグループの中でなかなかないと思うんですよそれは編集担当とか <laughs> それはいないのでだからこそなんかそういういいメンバーのいいところをたくさん引き出して。 それを立ててあげるっていいうういうううそ姿勢とかはすごい、えー、立派だなっていいううふうに思いましただからやっぱなんか誰かと一緒に何か作り上げていくとかグループに所属してる子は特にですけどお互いをやっぱり尊重し合ってなんかまあ先輩だったらやっぱりちゃんと後輩のみんなに教えてあげるのはもちろんなんか。 一一人一人を引き出してあげるののも絶対に先輩の役割だと思うんですよだからそういう力はなんかいつまでもやっぱこう磨いていきたいなって自分の中でも思います何かそれがやっぱり大きな仕事のうちの一つかなと思うから一人一人とちゃんと向き合うのはすごい大事だなって思います。えーっと さすがやなやのせさん、そうですね。本当に、そう思います。S. I. R. 辞めてもら、アイドルパスに参加してもらいたい。あ、また。逆輸入みたいな、しちゃいますか。<laughs> 広報担当だったので、あなたは <laughs>、えー。え、やってって言ったら、断られそうな気がするけど。<laughs> どうなんですかね。まあ、でも。いや、それもじゃあ検討して、おきたいですね。 ななんてことを思いながらまあでも同じ音楽の世界っていう中ではもうつながっているしでもこの間のうたんともそうですね同じ東北仲間なんですよ紀乃たんは山形出身なので私も結構山形県とか親戚もいたり友達もいたりしてこうやっぱ親近感は湧くわけですよ。なのでいつかなんか東北絡みの仕事があったら一緒にやりたいねみたいな話をしていました。 そうですねズッキュんバッキュンさんこんあユスさんこんばんはありがとうございますこんばんユス、えー、よろしくお願いしますはいまあそういう感じなまあ、ちょっと昨日の余韻に浸りながらの今日1日だったかなみたいに思うけどなんかあっという間に今週ああ終わっちゃったみたいな感じで終わっちゃったてかもう終わっちゃうんですけどあもう明日金曜日ですよねてか違う1月が終わるんですよ 信じられないぐらい早さで1月が終わってしまうと思ってえあれなんですけどなんかもう2月になってしまうから私の中では2月になったらうーん何が変わるわけでもないんですけどまあでもあのますますパワーアップしていきたいなと思うところはたくさんあってそして あの今めっちゃ寒いじゃないですかで何、まあ、ていうかそれこそなんかすごいたくさんの流行りもの流行りものがすごいですよ今もうニュースとかで、うん、コロナウイルスとか言っちゃって本当にニュース怖いなって思っているんですけどまあそれをね気をつけつつあとは割とあ今月は1月最初のうちは福島県に結構 あの用事もあったりお仕事があったりとかで福島県にいたのでなんか2月はいつ仕事があっていつ戻ってくるんですかっていう、まあ、家族からの問い合わせがすごいあって年末年始に割と結構長いスパンで福島県に戻っていたがゆえになんか多分寂しくなったんですかね <laughs> なんか。 ちょっと1週間2週間空いちゃうだけでなんかあれいつかこの人帰ってくるんだろうっていう風になんか寂しがられているんですかねなっててで,でも2月も別に戻る予定がなくは全然ないしえ私も2月戻れるんだったら戻れる時間に戻りたいなって思うんですけどなんか割とこっちの手の作業が多くて2月は。 えなかなか当初は戻れないなと思いつつあれですか1月は行く2月は逃げる3月は去るあっという間に春になるかなあそうかそういう言葉があるんですかじゃあっという間ですね <laughs> 本当に <laughs>。えーと思っているんですがでその福島県に戻らないと割となんかこうホームシックみたくなるんですよ。 やっぱ毎月絶対に戻っていて、まあ、運がいいことっていうかありがたいことに福島での仕事が増えたからっていうのもあって福島県に帰る機会増えていた私に特に2019年本当に帰ってたわなんですけどなんかまあ帰れない時って絶対にあるんですよ。だし私はやっぱり週末にライブし,したいのでそうするとやっぱ戻れないなーってなった時はあの日本橋の えーと福島間ミデッテさんに、まあ、遊びに行ってこの間ホームシックを解消させ,させたんですよなんか本当にそこはあの、まあ、銀座とかが近い、まあ、か日本橋か日本橋神田とかがあるところなんですけどそこにあるアンテナショップです福島県の。いろんな名産とかグッズとか本当にいろんなものが多種多様な福島グッズ取り揃えていてしかもイートインスペースもあるっていう紙スポットなんですけど。 そこに帰る、帰るとか帰るわけじゃないか <laughs>。行くと、店内に入った瞬間に、目の前にだいたい週末は、その週のおすすめピックアップ商品を地元の人が販売してるんですね。<laughs> 特に生鮮商品が多くて。で、あとは、左手に福島県のカーのコーナーがバーって並んでいて、で、あと飲み物のコーナーもバーって並んでて、で、あとは、 お菓子じゃないえっ、ー、とおまんじゅう系なお菓子のコーナーがありあとはレトルト食品そして赤べことか起き上がりこぼしとかあとは左手に、えー、会津の会津塗りとかそういうちょっと高級なもの、えー、ろうそくとかあってでその一番奥に食品イートインスペースがあるんですけどそこはもうほぼほぼ福島県のスタッフさんがやいるんですね。 だから福島なまりのいい感じなトークが聞こえたり来たりとか気軽に声とかかけてくださるんですけどでも私そのミレッテさんに行って何回かこうイベントをさせてもらったりとかお手伝いさせてもらった経験はありつつもえー、そうですねでもそんなに何回も何回も定期的に通ってたわけじゃないから誰も私のことは多分そんな知らないんですよ。だって だからまああの <laughs> いろいろ買いだめをこないだして福島の美味しいものを寂しくないように買いだめをしてたんですよね。であ私はやっぱりまだまだ福島県の知名度が本当にない本当にないからあ誰も私って気づかないよなみたいにこう思ってたんですね。そしたらお会計の時におじ様がなんか「あれ?」って言ってくれたんですよ。 であれイコール「まあ、あれ福島さんですか?」って言われるかなと思ってなんか「あ本当によかった」みたいな「この中に私を知っている方がいるんだ」と思って「はい」って言って顔を上げたらなんか「あれお嬢さんは福島のもの,もの食べたことありますか?」って聞かれて「てあそうですね」みたいな。と,日本あと、まあ、私は福島県出身なので。 ほとんどそうですね馴染みがありますみたいに言したら「ああそうだったんですかやっぱり福島県出身の方がこう訪れるまあ機会ってすごく多いんですよねありがとうございます」みたいな。って,って何回目ですか?」って聞かれてんまあな「大体何回目ぐらいですね」みたいな。って言ってそのままあ。 回答してくるのがなんかだんだんちょっと何て言うんだろう何て言うんですかね何とも言えない気持ちになってきてなんかもう言っちゃえと思ってとりあえず私はあの何回かここで,ここでお世話になっていました、えー、福島優香と申しましてこういう名刺もありますって言っても改めて挨拶をしたんですよ。そしたらなんかあそうだなんか聞いたことあるみたいな。 えー「ああそうだったんですね遊びに来てくれたんですかまたよろしくお願いします」って言ってもらえてあやっぱり優しいなってすごい思ってでなんかやっぱ顔を見ただけで分かってもらえるぐらい何、まあ、な,ならマスクつけて帽子かぶってても眼鏡かけてても分かってもらえるような、えー、なんか福島県民に <laughs> なりたいなって改めて思いました。いや ちょっとね、二千二十年の目標は認知度二百パーセントなので。え私の中で、認知度二百パーセントとたわ。この郡山店さんのリリースイベントで、え、宣言をしてきたので。なんか頑張ろうと思います。まあ、これを認知度二百パーセントっていうか、まあ、いろいろその。 目標は立てていてい具体的にやっぱり CM に出たいとかカムリラジオ持ちたいとか、まあ、番組持ちたい、えー、こういったイベントに出たいっていうのをばあってこう福島絡みの目標と東京絡みの目標を両方立てたんですけどでそれで、まあ、せっかく私はタワレコの堤店長といういつもお世話になってる店長の目の前で認知度200%って大宣言したかな 私はその目標の一つに認知度、まあ、200というか半分にして100%って書いたんですよね。って書いたんですよね。したらなんかそれはなんか現実的ではないと100%って何だろうってまあ言われてでああそうですねみたいな確かに100%ってあのすごいものすごい有名なものですら100%にいかないじゃないですか認知度って。だからなんか多分実際に。 なんかウェブでアンケートを取ってみたら多分認知度で、ね、もし2%だったらそこから現実的な2%からの現実的な数字を考えた方がいいよって言われたんですね。で全然その現実的に考えたらそういうことじゃないですか。でもなんかユースの中でなんか別に100%いくっていう気持ちには別に変わりはなく。 でもかといってじゃあ2%だから次じゃあとりあえず今年は16%とかは言えないわけですよ私の中ではあのこの強い熱い気持ちがあるゆえなんかあのそう現実はそうであってもなんかそこで私は16%目指しますとはなんか書けなかったんですよね。だかからなんか全然なんか あの100%いく気持ちは100%変わらないしまだ、あ、なん200%って宣言しちゃってるので今年はそこは揺るぎない気持ちと自信を持って100%ってまず言って来年200%って言えるぐらいの、まあ、そんな人になりたいなっていうふうに改めて思いました。はい、ということで斉井、えー、さん郡、えー、山行った途端に雪降ってきてあの時は戸惑いました。あ そうですね1月の5日に、えー、とアリネーと一緒に郡山でイベントさせてもらったんですけれども、あのー、その時に結構今年は暖冬だったから雪が降らないなって思っていたら郡山に着いた瞬間に結構雪が降ってて私はほっとしたんですよ。 東京から遠征してくださる方々とかアリネーもう遠征してきてくれるからやっぱり冬の風物詩を見せたいなと思っててでもみんなすごい戸惑っててなんか雪降ってきたんだけどみたいなでアリネーもうなんか「えもう本当にやばい信じられないでこの寒さ」みたいなってなってて盛り上がっていてまあそんな思い出もありますよほんと楽しかったですあの時。 んいいとこだよね。福島館日本酒コーナーもあります。ってことで、よっちさんは本当に福島県の日本酒を愛してくれて、本当に飲み比べたくさんしてくれてありがとうございます。でも、完全に酔っ払ってたと思うので <laughs>、あの、いい感じなね、いい感じなえ飲み比べで <laughs> はい、よろしくお願いします。はい、えっ、ー、と、切ない。あ、ウィリさん、こんばんはありがとうございます。よろしくお願いします。 じゅんさん、こんばんは。ありがとうございます。こんばん、は、よろしくお願いします。はい。えっ、ー、と、寒いの嫌だ。そこだけありねえに同意。確かに、まあ、暑いのも寒いのも辛いんですけど、でも私、暑い方がちょっとなかなかむ難しくて、暑いのってほんと辛くなっちゃう、ほんと。寒いのは、まあ、ほんと寒いな。シュンって感じで終わるんですけど。ゆずさんのおかげで氷までき雪降ってた。 そんななことはないですあの郡山から先全部雪ですからね大抵郡山で降ってたらあの東北も北海道もみんな雪です北陸地方もみんないやほんとそうですよだから郡山だけ局地的に雪が降ってたんではなくなんなら郡山がその雪が降ってるゾーンの中では一番あったかいですからお間違いなくでよろしくお願いします。 でも楽しい思い出がたくさんみんなとできてすごい良かったですだからまた、えー、郡山うん福島市もいいですね岩木会津いろんな場所でイベントできるようになったらいいなって思いますはいそんなじゃあ私もうそろそろ11時になってしまうので告知タイムに行こうと思うんですけれども、えー、なんかちょっと週末ライブが少なくてですねえー とりあえずはあのー、水曜日に文化放送ペッパーアイドルがあるので2月もぜひ皆さん開けててくれたらすごく嬉しいです。ペッパーアイドルは観覧無料なので皆さん遊びに来やすいと思っていますとかお願いします。えー、そして、えー、2月の17日なんですけども。 こちらもラッキーアイドルフェスイン新宿レニーということでレニーで主催公演があります。東京エメックスワンの先取りアイドル塾の、えー、公開収録ライブとなっていて、こちらは私たちにとっても、えー、主催勝負ライブとなってまいりますので、どうかあの目標動員届かせてください。福島ゆか早くどうかよろしくお願いいたします。えー、詳しいことに関しましては福島ゆかのツイッター公式サイトをご覧になってください。 ということで皆さん今日も本当にありがとうございました。えまた皆さんにお会いできるように頑張りたいと思います。で,ではまたお会いしましょう。ありがとうございました。